えー、皆様おはようございます。世界を旅するドラマパーカッショニストの数です、えー。日々ライブをしたり、えー、レコーディングをしたり、レッスンをしたり、えー、今では、えー、オンラインサロン、リズムの学校の運営をしたりしています。今日もよろしくお願いします。はい、というわけで、えー、おはようございますって言っていますけれども、えー、これを。 収録しているのはもう夜でございましてえっ、ー、と前もお話ししたかもしれないですけどミュージシャンの挨拶は夜にあってもおはようございますっていうね謎の決まりがあるんですよこれ僕あの専門学校に入った時に初めて教わってなんかこう ちょっとサブって思いました。<laughs> わかんないけど <laughs>。なんかその時は、えー、何それって思ったんですけど、なんかそういう業界じみたこととか、なんか人にね、こうしろって言われるのあんまりね、自分的に好きじゃなかったんで、えっ、ー、と、えー、おはようございますなんだ、みたいな感じで。まあね、決めてもらっちゃえば、まあそれはそれでいいんですけど、なんかいい、 昔はね、ルールみたいに言われてました。まあ今ね、そんなこと言っても、あの、こんにちはとかって入ってくる人もいるんで <laughs>、あの、なんとも言えないんですけど、一応おはようございますということで。はい。というわけで、えっ、ー、と、今日もこの時間になってしまったのはですね、えー、今日またライブが、あの、昼間にありまして、えー、そのライブが終わって、えー、ちょちょっとですね、あの、まあ簡単な打ち上げをして、 え帰ってきたという感じです、えー、とーもう大々的にできないですからね、打ち上げはね、もうないで、もう本当に少し、えー、飲んで終わるっていうだけのあれなんですけれども、えー、ね早くコロナが落ち着いてほしいなという <laughs> 感じです。はい。というわけで、えー、今日はもうこの、なんだろう、ライブが終わった勢いで、今日のライブのね、今日、今日思ったことを、まあ、 ずらずらと話していこうかなと思ったんですけど、えっ、ー、と、今日は遊び上手の遊ばせ上手というイベントで、代、え、官、ー、山の窓ドリニューアルオープン、えー、記念ということで、そういうライブをさせてもらいました。えー、遊び上手っていうのは、僕がやっている、えー、YouTube でね、主に動画上げて活動してるんですけど、えー、一発撮りユニットですね。えー、大野健二 えー、小川ルと2人のシンガーソングライターと、えー、僕3人でやって、えー、アコースティックでですねアニソンとかをカバーしてのー上げている仲間たちでございますがまあ <laughs> だいぶ面白面白おかしくやらせてもらっているんですけれども今日はですねそこに、えー、4人のまたこれが素晴らしいミュージシャンが、えー、入ってくださいまして、えー、そのね 4社4用の素晴らしいライブをする方々なんですけれども、その方たちを遊ばせるという、遊び上手のバック演奏で遊ばせるという、そういう企画でございました。非常に楽しかったです。今日は配信のみだったんですけど、えー、と結構ね、たくさんの方が見てくれさっていたようで、本当にあの喜んでくださっていたのもコメントから見受けられたので、本当に嬉しかったです。ありがとうございました改めましした改めて本当にお礼を やせていいただきますはい、というわけでですね、まあ、今日、まあ、僕はちょっとこうあのノマドっていうね場所あんまり僕そんなにたくさんライブをしたことがなくて、えー、と今日多分行くの2回目とかなんですよね。 あの結構意外とか言われるんですけど、えーとまあ、アコースティックの人たちとか結構ね昔からあの出ているライブハウスで、えー、とだからねあの出入りしていると思われがちなんですけど久々だったんですねで久々に行ったらですね、まあ、案の定迷いましてえっ、ー、と、まあ、Google マップを頼りにですねそのの窓を調べて入れてで経路が出るわけですよね。 で経路が、えっ、ー、と、出たんですけど、なんか、ツイッターに迷いましたみたいなこと書いたら、いや、まっすぐ坂を降りるだけですよね、みたいな感じで書かれていて、で,でもその Google マップに出た地図は、まっすぐ坂じゃないんですよ。もう、なんか結構グネグネ曲がってて、あれこれ大丈夫かなと思い,思いつつですね。あの、 とはいえ、その、降りるだけのね、道はわからないので <laughs>、わからないのでって、後から考えればすごい簡単な道だったんですけど、えっと、分からなかったので、別の道でね、その、Google マップに出てる道で行ったんですけど、これがね、僕結構荷物あるんですよ。スタンド2本と、ウィンドチャイムとシンバルと、そして一番大きいのは花本ですよね。で、それを持って、えー、歩いて行ったんですけど、ちょうど曲がり、 あここで曲がるんだっていうところをこうパッて右見たらむちゃくちゃ坂なんですよ坂というか階段なんでえー、っと Google マップ見る限りではわかんないじゃないですかその 3D じゃないから <laughs>、えー、普通に平面でこう曲がって曲がっていけばいいなと思ったらもうめちゃくちゃ階段でうわーってなってで他の道に行く 行くこともまあできなくはないんですけどその道を通らないともういい時間に間に合わないという、えー、そういう過酷な状況でですね、えー、今日はあの <laughs> もうそれは僕がね僕に与えられた修行なんだなと思って、えー、<laughs> 花絵本担いでもう何でこのね 入り時間前に午前中から足腰鍛えなきゃいけないんだっていう感じはありましたけれども、えー、逆にですね、Google マップさんありがとう、鍛えさせてくれてっていう感じで、えっ、ー、と、行ってきました。えー、まあね、そんな感じで、あの、音楽と全然関係ない話してますけど、こっから音楽につながっていきますんで、えー、しばし、しばしお待ちください。えっ、ー、とですね、まあそんな感じで、あの、たどり着いたわけですよね。で、これって、あの、 平面でで見たらわかかんなないいことじゃないですかやっぱり実際に行ってみないとその地形がわからないですよね。これ結構音楽でも同じことがあるなと思っていて今日はですねほとんど事前リハがない状態まあほとんどとていうか全部ですね全アーティスト事前リハがない状態で臨んだライブだったんですね。でえっ、ー、と前情報は譜面。 とえー、そして音源もまあ一応あったりとかまあなかったりっていうのもあったんですけど、えーまあ、そんな状況でまあね出たとこ勝負になってしまう可能性の高いライブではあったんですけどまあそのね事前リハーサルというか当日リハーサルで、えー、とすごい短い時間でもう全部は確認できないんですけどパッパッとやるわけですよね。このもらった譜面とと音源と、えー、そして まあ今出てくる音をこう頼りにやるわけですけどあのねやっぱり現場に行かないと分かんないんですよね。これつながったほら坂道の話と <laughs>。現場に行ってその出してる音とか歌えてる感じとかあの行って初めて分かることってすごくあるんですよ。 例えば、あ,あ尺短くなるんだとか、そういうのもあるし、あ、リズム跳ねてると思ってたら、音源では跳ねてたけど、跳ねない方がデフォルトなんだとか、跳ね,跳ねる跳ねないっていうのはリズムの話ですけどね。えっ、ー、と、ずっツっタッツッ

マジで言ってみないとわからないことが結構あって、で、その時に、あのー、割と僕もそういうところあったんですけど、あのー、あれ聞いてた話と違うじゃねえかってなるんですよ。はい。Google <laughs>、Google マップに怒るみたいなもんですよ。なんだよこれつって。 おい、階段かよ。先に言えよって Google マップは言わないんですけど。えっ、ー、と、ね、それ、そうやって文句を、ケチをつけるのと一緒で、あれ音源と違うじゃんとか、えっ、ー、と、譜面と違うじゃんとかって結構言いがちなんですよね。で、あのー、で、自分でも気づかぬうちになんとなく機嫌悪くなっていくみたいなあの。本当はそんなつもりないんだけど、だんだんちょっとこう、 疲れがこう顔に出ちゃうみたいな感じが実際やっぱあるんですよねそういうところって。であのー、で最近ちょっとそれは良くないなっていうことまあ僕結構こういうこと最近よく話してるんですけどやっぱりプレイその日のね演奏に影響が出てしまうんですよ。僕はまあね自分一人だったら大丈夫かもしれないけど他の人にとってそ,のそういう態度がどうかみたいなところで結構やっぱ出ちゃうんですよね。 なので、えっと、最近は、まあ、こんな風に思うようにしてるんですけど、あ、そういうことだったんだっていう風に <laughs>、あの、一旦ポイって捨てることにします。だから、あの、してます。事前情報ああ、なるほど、なるほど。わかった、わかった。じゃあもういいや、これ。ってな,なって、あの、投げやりにするわけじゃなくて、ああ、なんか、そっかそっかって、現場でこうやって、こういう感じで、 で本人が歌いやすければこれが一番いい大,大正解なんだから別にいいじゃないかっていうふうに、えー、とすぐねあの解釈を変えるようにしてます。でそれで全然できるんですよねプレイはあのちゃんと意識を変えれば。それでなんかねあのそこで引っかかって「うんだよ」って思ってると結構ずっと引っ張られてしまっていいプレイができないっていうのが。 割とライブであるなと思っていて、今日はですね、だからね、結構、あの、あ,あ譜面と違うかもとか、えっ、ー、と、サイズ変わってんなとか、えー、いろいろあったんですよね。まあ、完全即興もありましたし、えっ、ー、と、で、そういう場面でね、場面場面で自分の例えば予想が外れてしまったりした時に、ふてくされないっていうこと、<laughs> これめちゃくちゃ大事だなと思って、えー、今日改めてですね、あの、ライブ、一本、 やるとむちゃくちゃ考えてるなと思ってそういうことあの一つ一つ一人一人一曲一曲一瞬一瞬みたいな感じで、えー、細かく、あのー、言ってったらきりがないんですけどめちゃくちゃ考えてるんですよいろんなことで考えては消え考えては消え考えては進んでいってしまうんでねそのもう考えてる暇なくですね音楽はどんどんいってしまうので、えー、そのまんまね 進んでライブが終わるっていう感じなんですけど、でもそのね、例えば2時間ぐらいライブがあったとしたら、その2時間でどのぐらい頭使ってるかっていう <laughs>、思考をしているかっていう感じです。うん、それがね、今日なんか改めて、なんか、あの、忙しいんですよね、だから頭が。自分の、あの、自分の機嫌を自分で取ってるもんなんで、えっ、ー、と、これは、あの、 よし、これはこう、こういう解釈をしよう、こういう解釈をしようっていうのをね、今ちょっと自分の中でもこう気をつけているところでもあるんで、えー、非常にね、あの、頭を使ってやりました。まあ、体もめちゃくちゃ使ってるんですけど、えー、っと <laughs>、まあ、そんな感じで、今日はですね、坂道を歩かされた話からですね、ちょっとね、つなげて、えー、ライブでも行ってみないとわからないことがあるよっていう。でも逆に言ったら、その現場経験を積んでこその、やっぱり、 技術だし、現場経験を積んでこその、えー、ね、スキルアップだと思うので、えー、ぜひぜひ、あのね、ライブとかやられている方は、まあ、なるべく、あの、バッターボックスに立つ、立つチャンスをですね、えー、作っていってほしいなという、思っております。はい、今日はそんな感じで <laughs>、話を終わりたいと思いますけれども、えっ、ー、とー、 オンラインサロンね、リズムの学校、相変わらずですね、毎日投稿を続けておりまして、えー、ね、オンラインサロンが走り出したと同時に僕のライブスケジュールもめちゃくちゃ忙しくて、えー、なんでこのタイミングで始めたんだろうっていう感覚もあるんですけど、でもやっぱりこのタイミングだからこそ、えー、やれたなっていうのもあって、えー、その日、ライブで思ったこととか、えー、と、まあ、今日はね、このラジオで話してますけど、えー、ライブで思ったこととか、 あのあこういうことに気をつけてやってるなとか、えー、とちょっとねあのリズム感を鍛えたい人にも役立つようなね話をしたりとかも、えー、オンラインサロンの方ではしていますあのでもミュージシャンに特化したものではなくてなんかあのみ,んなにみんなの生活に、えー、転用できるような話だったりとか、えー 面白い知識だったりとか、そういうことをあの日々シェアしていっておりますので、えー、ぜひぜひね、まだあの入会されていない方、よかったらぜひぜひあの入ってくださいという感じです。えー、入ってくださってる方はね、あのどん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 あの僕のね、中身の話は公害禁止ですけれども、えー、この オンラインサロンリズムの学校、楽しいよっていうことをですね、外向きに、えー、いろいろシェアしていただけたらなと思います。はい、えー、そんな感じで今日は、えー、このラジオ終わりたいと思います。結構長くなっちゃったな。<笑><笑><笑>なんかなんか半分音楽の話じゃなかったような気がしますけども、えー、こんな感じで終わりたいと思います。それでは皆さん、えー、また、 えー、明日は、あ、そっかそ、またな、終われない。明日、明日はね、またね、あの、大阪なんですよ。で、明日は、坂上太一トリオの、えー、ツアーが始まるということで、明日からですね、大阪、えー、三重、名古屋ということで、えー、3日間続きます。えー、この間に、ですねのこの間にもですね、<laughs> もう何言ってるかわかんない。えっ、ー、と、この間にも、 ラジオとか、えー、ノートとかもちろんオンラインサロンの、えー、限定動画とかね記事とか、えー、どんどんシェアしていきたいなと思いますのでぜひ楽しみにしていてください、えー、会場である方は佐川見たい千鳥をの、えー、ツアー先でお会いできたらと思いますでは、えー、その辺で今日は終わりたいと思いますそれでは皆さんさようならじゃあねバイバイ